聞こえたでしょうか。すいません、改めて参加している石原明ですと。石原明の経営のヒントプラスご存知だと思うんですけど、海底火山が噴火で土がないとかなり大変になるんじゃないかと思いますが、お届けします。今日はですね、経営のヒントプラス588回目、堀江貴文さんの本に、お金がなくても信用があればなんとかなる、貯金より信用の貯金が大切と書いてありました。どう思いますか。はい、問題は堀江さんとか、はい、ゾゾタオの前澤さんとか、ああいう方たちは普通の人じゃない。それも日本に何人もいないだろうっていうような人なんですというのをまず理解していただきたいんです。まずですね、これは本を読むときも全部そうなんです。その発信者がどういうバックグラウンドがあった上で発言が成り立っているのかっていうことを考えないといけなくて、エンタメとして楽しむ分にはいても真に受けたら失敗するんです。ホリエモンは本当に電話出ないんです、全部無視と。それってホリエモンだからできるんです。テレビ番組出てる時ですが、自分が喋ってないと常に携帯で何か調べてるんです、会議中も。でもですよ、本当に重要な会議とか商談の時携帯見れます。逆にああいう人だとそれが凄みが出るんですよ、うん、それは彼らのバックグラウンドがあるから成り立つっていうのを勘違いするとただの変な人になっちゃう。あとは先ほどの信用っていう問題、貯金よりも経験、思い出とかでお金を使えっていうのを言う方いるじゃないですか、ね、堀江ももそれは同じこと言ってるんですよ。でもそもそも普通に考えて貯金してないっていう人って管理能力もないじゃない。そんな人が信用の蓄積がされていくのかなっていう、そもそも不思議なんですか。すごい若かったら、それって25ギリです。四捨五入して30になったらアウトです、はい、学生ですよこれ成り立つのって。30、40歳の人がお金を貯めないで全部自分の経験だってお金使っちゃってる人ってどう思います。なんでそういう人たちが、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、経験とか信じて人脈を作るとかっていう信用の貯金になるって本当に思ってるのかなっていうのが疑問。あとは例えばホリエモンとか前澤さんが全財産がなくなったとしても、オンラインサロンやりますって言った瞬間いきなり毎月数億入っちゃうんです。彼らはそういうことができるんです。信用があればなんとかなるのは彼らの理屈であって、一般の人それ無理なんです。まず信用が溜まってないからもうゼロゼロですよ本当に。なのにホリエモンの方に貯金するのアホだけど、そうだね、あれすごい危険だと思ってて、どこまでそれを計算して書いてるか分かんないんですけど、ああいう本を信じちゃう人たちって若い人が多いんです。毎月決まった額を貯めていくとかってことを基本的にバカにする方にいっちゃうと。なのでこういう本っていうのは劇薬だなっていうのをすごく感じる。で、貯金してないと本当にまあ稼ぐ力がそもそもないっていうことと、稼いでいるが全て使ってるってことは自己管理能力がないってことじゃないですか。僕はまあ決まった金額を貯金して一部は運用するっていうことが、それ自体がもう自己コントロールというかトレーニングにもなってるし、なので貯金が全くない人が困って銀行じゃなくて周りの人にお金を貸してくれ必ず返すからって言って頼まれて貸しますかっていう。なんで本当に投資系の YouTube とか好きなんです。発信者の資産状況とかキャリアも含めて本当に発信者情報が自分に合うのかっていうのをきちんと考えないとずっと人生が空回り、気づいたら一生何の結果もないまま終わってしまう。いわゆる自己啓発が好きな意識高い系っていう、そういう人ってみんなの場合ではテンション高いんですけど、じゃあねって言って一人になった時にうつレベルに激落ちしてますからね、一人のテンションが。なんでもったいないなと思って、だからってホリエモンとか前澤さんが悪いだって悪くはないんです。結局刃物の使い方として、そういう情報をどう使うかどう捉えるかっていう、なんで僕はエンタメだと思ってる。ホリエモンは球団買収しようとしてた人じゃない。そういうベースがある人たち発言は真に受けるはやばないかなって、趣味で見てる分にはいいんですけど、なんか取られちゃうんだったらむしろ見ない方がうまくいくと思っていて、本当に危険だと思ってるのが、そういう方に憧れてると、そういうすごい人のライフスタイルとか考え方から真似してくるんです。メモ取らないと電話に出ないとかで、情報は例えばツイッターそういう情報だけにしちゃうとか、もしくはもう誰かと飯に行ってそこでだけで情報は吸収できるとか、それってそういうレベルの人たちと会えるから成り立つわけじゃないですか。なので形だけ真似するとほぼ失敗すると思うので、あとは僕はホリエモンを見て感じるのが、僕はホリエモンと一緒にプロジェクトやって、彼は今仲良くないと思うんですけど、ちょっと前まで仲良くプロジェクトやってた人が言ってたんですけど、ホリエモン知識すごいじゃないかと、はい、言ってたのが異様なぐらい本を読んだりとか情報収集をして、でも本人はそれが歯磨くのと同じぐらいだと思ってるんです。
って本人は気づいてないんですよ。普通の人の100倍1000倍情報収集してることすら呼吸と同じぐらいの感じでやってるんですよ。そういうことを実はやってるっていうベースがあって、さらにその上でいろんな人とも会っていろんな経験もして上での出てくる発言っていう本来真似すべきことってそっちであって、そういうことを何十年もやり続けた結果パンと出てくる一言電話に出るな、そっちを真似しちゃうのが良くないかな。であと僕はホリエモンもそうだったんだなと思ったのが、オンザエッジって会社ですから、でそれが上場する手前ぐらいの時にインタビュー見たんです、まあ、なるほどなと思ったのが、本当に事業をやろうと思ったら家に帰るのがもったいなくなったから会社に泊まることになった、でさらに言うとランチに行くのがもったいなくなったから、スタッフに適当に買ってもらったものを何かすら分からない状態でパソコン画面を見てるから、もう何でもいいから口に入れてる。ただそうは言っても性欲はあると、なんで水曜日の朝10時のソープに行くことだけが唯一、その60分だけ現実させられる、あとは全て仕事を。起業してから3年ぐらいは普通そんなもんじゃないんですかっていう、多分これもその時はみんなそうだと思ってたんで、後から見たらそこまでやってる人がいないっていうことに気づいてただただ驚いた。だからやっぱりなんかずば抜けた結果を出している人は圧倒的に当たり前の基準、結果的に自分に厳しいんですよね、そういう部分を真似する。その人がそこまでに至ったバックグラウンドを形成したものが何かとかっていう、そっちにスポットを当てるべき。ただそれがややこしいのは今書いてある本にはそこは書かれてないんですよ。だから自分で考え想像していかないといけない。なんでこの人はこの状況で今いられるんだろう。そうしないと本を読んでどんどんドツボにはまっていく、特に若い世代の方に多いような気がします。なんで結局はなんだかんだ言っても自分がやっぱり勝てる領域、それは就職しててもいいし起業でもいいし、でそこで必要な努力とか発生するリスクとか障害とか対処法とかをちゃんと考えて、じゃあそこを達成するためにはどれぐらいの行動量とか何が必要かってもちゃんと見積もって、淡々と物事をこなしていくっていうのをやった上で、面白いなホリエモンっていう風にした本を読むべきかな。そのベースになるものをホリエモンとかの情報にしちゃうとやばい。情報っていうのの捉え方です。特にそういうすごい方の情報が YouTube とかで簡単に手に入っちゃうんで逆に怖いんですよ。裏目に出てる方が多い感じです。なので情報の取捨選択を間違うといい情報だと思っているものが全て裏目に出てるっていう可能性もなきにしもあらずなので、注意をして表に出ない見えない部分を自分で考えてうまく想像して真似できるところは自分のベースとなる活動とかに取り入れていただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。